はい、どうも、長坂レモンです。本日紹介すべきはこちら。はい。ビビアンガチャになります。まあ、このカードですね。一応、もともとですね、相手ターンも展開できるということで、まあ、打ち消しに強い一枚ではありましたし、相手ターン中に急に、まあ、赤月の騎兵やら、聖護衛魔導士やら、出せることで、まあ、ガチャ予想としては強かったんですが、この度ですね、このカードとめちゃくちゃ相性のいい、ウーロとエルベス侵入地下ツが追加されたことによって、はい、めちゃくちゃ強くなったので、紹介していきたいと思います。この一機の面白い動きとしては、ビビアンのアーク弓で、裏切りの交際、手札に来た交際弓を捨てて、LC で釣ってきたりとか、適当にこそ3で打って、ウーロの素材を確保しつつ、まあ、場合によってはウーロが敵から飛んできたりとか、そういう動きができるようになりました。ということで、それと、ベースはアドリウスブリンクですね。最近流行りかなのデッキになりますので、魅力的な王子やタッサなども採用されてます。はい。そうですね。魅力的な王子などによって、まあ、そこにも強い感じのデッキになってますので、はい。まあ、今回はですね、取れたのが赤タンだけだったんですが、中速のデッキに対しても、工作員をアーク弓から飛ばしていきたりとか、赤月の騎兵で破壊しながらエズベス侵入地下でループしたりなど、はい、結構優秀な動きとしてはありますので、中速以降のデッキに対しても強く出れるんじゃないかなと思います。はい。それでは、対戦の方で、どうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。あー、マリガンですね。これはキープですね。一応、赤月の騎兵残す感じでいきますか。空の粉砕まで見えてるので、多分相手も赤ターン。この戦術で土地を持っていきたいですね。赤タン相手のちょっとアーク弓、ビビアンのアーク弓を使ってる余裕は多分ないので。護衛魔導士と空の粉砕用の土地を持ってこれるといいですね。土地持ってこれましたね。で、これ次のターンには空の粉砕が打てるので、粉砕読みで骸骨出してくるかな。これはちょっと嫌ですが。こう並べてくれると美味しいんですけどね。空の粉砕読むなら、多分、骸骨の巨人単体ぐらいが、ちょうどいいと思いますけど。やっぱり単体飛んできましたね。そうなると。前に言ったら次のターン、赤月の騎兵で最高。あー、エンバレスが飛んでくるかな、これは。飛んできそうですね。あら？飛んでこない。大テラスは土地土地。エンバレが飛んでくるかなと思ったんですけどね。暁の騎兵が2枚。これは自分の楽園ドルを破壊して防御力増やします。サウナ粉砕も一応見えてるので。相手としても多分この46はすごく厄介だと思いますね。横並びしないなら、護衛魔同士で、ライフゲインとドローしていきましょう。多分深海住まいのタッサまで行けば、あとは護衛魔同士をずっとブリンクし続けるだけで勝てると思うので。ウーロまで引けましたね。
魅力的な方にもいいですね。あー、どうしようかな、これ。暁の騎兵はな、売らない方がいいですかね。土地があと1枚欲しいところですが、土地あと1枚あればウールと魅力的な王子から、これはどうしかな。ライフ安全圏まで持っていくのが先決だと思いますので、6マナエンバレス素置きできる星のマイスですね。これは骸骨燃えさし焦がしで殴ってこない。はい、じゃあこちらも護衛馬同士と暁の騎兵をプリンクして対処しましょう。トーブランが出る前に何とかしたいところですね。これで防御力に関しても相当楽になったと思います。骸骨かな。サーの粉砕でドローされるのが一番嫌なので、一番嫌というわけではないですが、ドローされてアド稼がれるのも嫌なので、今のうちに消しておきます。あ、2枚目も消えましたね。ここまで来ると、あとはトーブランエンバレスみたいな、そんなのじゃない限りはあまり負けないかなと思います。焦がし吐き、ウロから行きますか。リビアの悪意、あと土地が1枚欲しいですね。他の球だけ殴ります。ブロックに最低3体要求なので、殴り得でとだと思います。そろそろ一旦空の粉砕で流してもいい頃合いだとは思いますけど、あと1マナ溜まったらですかね。できれば緑マナが、緑か青ですね、が欲しいですね。さあ、到着してくれるのはこっちを望むところなので。問題ないんですが、土地引けなかったら、英語エマ同士で、ドローしていきましょう。相手は土地詰まり、土地しか引いてないのかな。そうですね。引けないので、小山同士も使います。何もないなら、もう暁の騎兵でぶん殴ってるだけでいいと思うので。ここまでライフゲインができると、もうガタンの方としてもどうしようもないと思うので、ユーラに持ってるのは何だろうか。ターンの粉砕もありますし、ルールでもライフゲインもあるので、ここから負けることはもうないですね。引き続けてんのかな。もうちょっとよ
空の粉砕警戒で残していることは全然考えられますが、そのままだと負けると思うんですからね。舞台照らしとかも壊した気が殴れてないから使えないとか、そんな感じなんですかね。はい、勝ちですね。対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。これはキープでいいですね。はい、神殿から土地が引けると美味しいですね。暁騎兵、まあ欲しいには欲しいんですが、今欲しいのはどちらのって、赤弾、青い土地が欲しいですね。これは方針型ですね。そうですね。じゃあアークイミガチャの時間です。当たりはまあないですね。悲しい。相手は微妙な土地詰まりかな。お、そうですね。これは聖護山同士から行きます。破壊されなければタッサでブリンクし続けてアドと言い続けましょう。破壊されなさそうですね。これは美味しい。じゃあ破壊できなかったことをちょっと後悔してもらいましょうか。エンドにタッサのブリンクで、美味しいですね。かですか。さすがに嫌なのでエルシの餌になってもらいましょう。はい、あ、空の粉砕も引けた。まあ、先エルシで。どっちも7マナまでは欲しいには欲しいですね。待っときますか。殴ります。どうせタッソでブリンクできるので。いやー、いい後ですね。こういうあだあだしい展開が好きですよ、僕は。休止。ここまでライフゲインされると相手としても相当やりづらいはずなので、そうですね。ぶっちゃけもう何来てもわわわわわわわ、これ上級族ブロックします。次どうせ空の粉砕打つので。
ングルも出してるのではいいですが、まあ大丈夫そうですね。一応もう一枚空の粉砕もあるので、更新が3枚。じゃあ、エルシーを、買いまして。パッサの起動のために4マナだけ残して、残りは使う感じで良さそうですね、これは。そのマナ。スタッツ下がりますが、ライブ回復したいので使います。攻撃しないなら、ビビアンとアークユミで、あ、いや。まあ、相手のカード減らす方向でいきます。さっさの軌道よりも、ビビアンのアーク弓の効果の方が美味しそうですね。ウードの素材確保にもなりますので、魅力的な王子で逃がすのも面白いな。そうですね。ほい。おかしい、はい。魅力的な王子も、こともありますし、多分赤タンには強いんじゃないかなと思います。あとは裏切りの工作員で、更新全部取って勝ちですね。大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。見て分かったと思うんですが、魅力的な王子、ウーロ、ゴエマ同士、トレシミールと、もう赤タンに強いですね。はい。赤タン相手には、まあ、負ける気はしないかなと思います。まあ、さすがにこっちが事故って理不尽な分回りとかされたらどうしようもないんですけど。はい。で、このデッキ外なんですが、まあ、中速デッキ相手に対してですね、7マナ溜まった状態で、ウルシが、カウンター2かな?で、3個目の前に、ビビアンのアルテミー X7 で裏切りの工作員設定発動して、デッキから裏切りの工作員と墓地から L 字で裏切りの工作員みたいな、化け物みたいな盤面ができてしまったことがありますね。いや、めちゃくちゃ楽しかったです。はい。まあ、このデッキですね。ガチャ要素が強いデッキですね。まあ、ガチャ要素が強いっていうよりも、相手単純に動けるっていう利点がですね、結構でかくてですね、相手の展開に合わせて、まあ、運ゲーではあるんですが、トレシミール、赤月の騎兵などが飛ばしたりとか、結構、強い動きとしては多いので、はい、とても楽しいので作ってみてください。では、デッキの内容解説の方に行きたいと思います。まず魅力的な王子が3枚。ビビアンの悪意味と4-3かな?ビビアンの悪意味3、魅力的な王子4みたいな、そういう構築もありだと思います。まあ、どのモードも強いですね。中盤っていうか赤タン相手にはライフゲインをしながら2-2も立てれますし、戦術2のおかげで安定度も上がりますと。後半に引いても他のカードと一緒に使うことで腐らない1枚なので、はい、このデッキ、まあ、アゾリウスウィンクを見ている方もわかると思うんですが、相性のいい1枚になります。ビビアンの悪弓さん、こちら4という構築も全然ありだと思いますね。安定度を増やしたいなら多分その方がいいのかなと思います。はい。楽園のトリュードが4。まあ、マナクリ枠としての採用ですね。シップ能力をですね、中心にするなら金の牙城でもいいと思います。金の牙城だと、まあ、余ったマナとかも、
いろいろ使い回したりもできるので、金の牙城を採用する公式もありだと思います。私は、呪言持ち。ということで、ラグンドルイド採用してます。はい。次に、ビビアンのアークエミが4。まあ、このカード使いたかったから、組んだデッキですね。まあ、楽しい、ほんと。相手の行動に、ビッグアクションに裏切りの工作員で返したりとか、もう脳汁ですよ。はい。それと、一応タッサも、クリーチャー枠ということで、タッサも出すことができます、ということで。まあ、面白いカードです。強いカードですので。はい、皆様、鉄のデッキかな?お駅、曲げしてもいいですし、別の方法でも使ってみてください。その時は私も動画見に行って遊びに行きたいと思います。はい。次に、ウーロですね。ビビアンのアークエミとの相性がすこぶるいいカードですね、ほんと。3で打ってウーロが出てきて、まあ、ドローとかしながら。あとは、不要な土地なども手札からどんどん切っていくカードですので、墓地からの脱出もしやすいということで、こちら、4枚採用されてます。めちゃくちゃ強い。はい。ウーロの強さに関しては他に言うことはないですね。ビビアンのアークエミとの相性の良さが分かってもらえればいいかなと思います。次に深海ざまいのタッサが2ですね。3枚4枚も全然考えられると思います。まあ、アツリウスブリンクを知っている方でしたら、まあ、強さが分かると思うんですが、このインクの染みというには香ばしいほど強い、タップ能力もありますし、裏切りの工作に使いまして、暁の騎兵使いまして、トレシミール使いまして、もうやりたい放題ですね。はい。ただし、相手の裏切りの工作には気をつけましょう。はい。次に、聖護衛魔導士が4枚。まあ、飛行32の、飛行23のドローもついた。ライフゲインとドローもついているということで、赤単に対しても強いカードですし、アドバンテージの損失もなく、使える優秀なカードですね。はい。ラグエンドイドとアークエミのビビアンと一緒に、霊気対戦だったかな?のカードは優秀なのが多いですね。はい。で、次に空の粉砕が4枚。まあ、速攻に間に合う全体状況が、このカラーだとこれしかないのかな?なります。赤を入れるなら、クラリオンとかもあるんですが、まあ、もともと除去自体がそんな得意なカラーではないので、こちら4枚採用されています。時の椅子もありですね。手札に戻しながら、10分悪く使いますために手札に戻しながらも使えるので、時の椅子も全然ありだと思います。サイドボード以降に時の椅子を入れるのが、BO3 以降だと大丈夫、いいのかなと思います。はい。次に暁の騎兵が3枚ですね。優秀ですね、本当に。はい。パーマメント破壊と、ついでに、546の警戒持ちということで、スタッツも悪くないですし、パーマメント破壊しながら33のゴーレムを出せると。ので、これ自分のカードにも使えるので、まあ、先ほど動画にもあった通り、赤単相手に楽園のドルイドを破壊して33のブロッカーを立てたりとか。また、これが破壊されるときに、タッサ、アークエミ、打ち勝つ、を回収できるので、まあ、エリザベス侵入しさすと一緒にループすることもできますし、まあ、ポンプジのスター、タッサも回収できますと。ビビアンのアークエミはそんなに回収したいカードではないですが、それとして、まあ、何もなければ、アークエミのコストにもなるという、コストにも、のためのアークエミを回収みたいなこともできるので、はい、とても強いカードだと思います。4枚入れたいですね。枠がちょっと、なくて悲しみを背負ってますけどね。はい。で、トライシニミールは2枚。特に速攻相手に強いカードですね。33の除去兼、ドローと、ライフゲインと、ということで、ガチャから出ても強いカードの1枚ですね。まあ、この辺の、コスト4以上の方、ガチャがどれでも強いんですけど、まあ、攻撃との相性がいいというよりは、速攻対策で入れてる感じになります。またですね、こちらなんですが、BO3 以降で別に速攻対策必要ないよという場合は、赤月の日やエイズ新日活を枚数を増やしてもいいかなと思います。はい。BO3 用に組んでもいいかもしれないですね、これは。はい。で、エルベス侵入しかすですね。強すぎるんですね。前々から言ってますけど。これのせいでコスト3以上のパーマネントの価値が一段落ちてるレベルには強いカードだと思います。はい。というわけで、まあ、このデッキだと、ビビアンのアークエミで墓地に送って釣ってきたりなどと、めちゃくちゃシナジーがあるので、はい。このデッキにおいては入れない選択肢はないですね。4枚積んでもいいかなと思うんですが、アークエミの、まあ、
バリも下がるので、ほんまに抑えてますが、取り締め料を抜くなら、こちら読んでもいいかなと思います。はい。で、裏切りの工作員ですね。強い。アークエミが出ても強い。タッサから出ても強い。ツダシしても強い。ウェブス中に近づくから推進しても強いと。最強の除去カードと言っても過言ではないカードですね。はい。まあ、このデッキだとめちゃくちゃ相性がいいですね。アドリウスブリンクのミニシアにもなるレベルですし、はい。まあ、に関しては特に言うことがないですね。ただし、パクリすぎて、ドローしすぎることには注意しましょうと。それぐらいですね。はい。最後に統治ですね。はい。まあ、枚数配分は見てもらったらわかるんですが、はい、最初は、新年系ちょっと多く入れたんですが、手札でアンタップインの土地がかさばって空の粉砕が打てなかったタイミングなどもあったので、枚数3枚とかにしてます。はい。一応もうちょっとだけ増やしてもいいかなと思ってます。はい。それとですね、平地の枚数はちょっと多い理由なんですが、はい。メリティス誕生はですね、最初魅力的な王子のマスクマップに入ってたんですよ。はい。ただですね、メリティス誕生よりも、まあ魅力的な王子の方が、このデッキだと強かったということで、はい。このカード、平地に森2とかの方がいいのかなと思ってます。はい。まあ、この辺は個人の好みになるのかなと思ってます。はい。土地は合計で24ですね。ウールの関係もありますので、小道4枚は採用したいかなと思うぐらいですかね。まあ、こっちの基本土地引き切ったとしても、アークエミの、コスにもなるということで、はい。まあ、土地もあまり腐らないデッキなので、グアの小道4枚でも、まあ、こちら5枚で4枚でも全然回ると思います。はい。紹介は以上となります。まあ、ビビアンのアークエミガチャはですね、めちゃくちゃ楽しいので、皆さんも何かデッキ作ってみてはいかがでしょうか。まあ、できればなんですが、このデッキ試してみて、まあ、このアークエミの面白さや、まあ、このデッキの強さみたいなのも知ってもらえればいいかなと思います。はい。それではご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは。